Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Snowman's dusting off his hat, putting on a show for everybody, to give them a smile that lasts another year. はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、紀北の上場公園キャンプ場に来ております。はい、ただいまの気温2度。めっちゃ寒い。あの標高が高いところに来てますので、はい、まあ、鹿児島にしてはですね、かなり寒いあの気温となってます。はい、で今夜も確実にマイナス氷点下いくんじゃないかな。うん、で今で2度だからね。で今日と明日がものすごく強い寒気が入ってて、まあ、明日も冷えるみたいなんで、まあ、とりあえずですね、もう早く設営をして中に入りましょう。はい、でご覧の通り、周りはもう雪景色で、そして貸し切りです。貸し切りですね、今のところね。ああ、なんか予約も今日は入ってなくて大丈夫ですかっていう感じで、ああ受付の方に来ました。まあ、死なないようにキャンプをしましょう。岩設営中なんですけど、岩をすっごい踏み出しました。雪が、あ、風さんの帽子にめちゃめちゃあられっぽい雪、これ。いや雪じゃない、やっぱ雪すごいです。あ、あっちの海が見えてたのがもう真っ白になってる。すごい、今ちょうど多分ピークかな、一番降ってるかも。すごいです。とりあえずもうこれ OK、 もう中に入れ込む。うん、まだ薪ストーブ用の穴開けないといけない。あー、そっか、完全にもう雪なの。雪です。はい、テント内に入ってきました。この通りね、中から見ても雪がテントに積もってるのが分かりますね。中には染み出てこないかもね。うん、まあまだ今サラサラだからね。うん、あ、今までちょっと払っとけないか。あ、そうだね、払っとこう。よいしょ、ちょっとちょっと待って、そこの上に、よいしょ、よいしょ。ちょっとカッターのやつが車の中だ。ハサミが、あ、まだハサミだけど。はい、こちらが今回あのテントに穴を開けて使うフラッシングキットになります。山の煙突屋さんで購入したもので、これが耐熱シリコンですね。うん、で煙突に直で触れても全然あの耐えることのできるシリコンみたいで、結構強力な、うん、いいやつ。うん、それでこれがメインのプレートというか最初に使うプレートで、うん、
これであの穴を開ける場所にこういう風に当てがって、うん、印をして、うん、でここのネジ位置をドライバーを炙って穴を開けてではめ込んでいくっていうやつですね、はい、でこれが付属のネジ、このここにあのシリコンだけかなと思ったらなんか鉄が一緒にくっついてるような感じで、うん、あの縁はふにゃふにゃしてないです、うん、後ろはこんな感じですね。結構あの台形のやつも対応しているので120だったかな、結構大きいのまで対応してたんですよね。でこれがあのオフシーズンに使う用のプレートになります。で、磨きなしで、まあ、打ち抜いただけのちょっとまだバリが出てますね。で説明書通りに進めます、うん、外の方か、外の方に穴を開けないといけないんだね。だいたいこんぐらい、うん、今15時43分の時点で1度ですね。深井ちゃんが出てます。また中に入ってきたら中がすっかり明るくなってました。じゃじゃーんこれはカズさんの手作りです。配線はあの資格を持った人にあの配線をしてもらいました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すごい上手にできました本当に、うん、あのナチュラルチャンネルさんっていう方がこういう風にしてて、うん、タケノコテントで、うん、でも それを参考にちょっと真似て作ってみました。はい、すごい明るいね、うん、明るいよね、やっぱり。これですね、ただ箱を作って、うん、で箱の中にこれ100均のレールライト、100均で300円だったね、だったね、うん、100均で300円のあれなんだっけ、レールにこう入れていくライト、ダウンライト、うん、ちょっと名前忘れたんですけど、うん、それを、まあ、今これに組み付けて、うん、で配線をしたっていう感じですね、うん、で配線は並列でつないでます、うんうん、なんかそこら辺はちょっとまあ資格のある人にもつないでもらわないといけないけど、うん、まあ、組み立て組み付けまでは自分でできるかな、うんうんうん、でこの線はですね、あのホームマンとかに、うん、あのワークライトが売ってると思うんですけど、現場用のライト、うんうん、まあ、それを切って使ってます、はい、ちょうどよかった、まあ、延長コードでもいいのかな。じゃ延長コードよりこっちの方が良かったかも。ああそうなんだ、うん、切ったらこれあの黒と白で分かれてたからさ、うんうんうん、線がこうやってプラスマイナスでさ、うん、作りやすいと思う、はい、行きます。おっしゃ、ほんとだ、怖い、そこって、ちょっと待って、ちょっと待って、揺らさないで、誰が風の神様よ、止まってくれ、おい ちょっとずつゆっくりやった方がいいね、うん、慎重に慎重に行きます。ブス、おお怖い、行き過ぎないか、怖いぜ。はい、穴が開きました。外が見える状態になりました。はい、じゃあここに煙突を入れていきます。こんな感じで、本当だ、こんな感じで入ります。はい、いいね、うん、あ、ちょうど計算通りだわ、うんうん、もうちょっと高くてもいいぐらいだったかな、よく言えば、まあ大丈夫か、はい、このように穴を開けます。ちょっときついぐらいが、うん、きついぐらいがいいから一旦ここで切ろうかな、やっぱり、うん、ね、うん、結構簡単に切れるんですよ、ほら、おう、あ、はいはいはい、こんぐらいいいんじゃない、ちょっときついぐらいで、うん、ね、うん、いいと思う。あのちょっときつめじゃないと雨の日とか、うん、まあ、濃い日とか、うん、あの水滴が中に入ってきたりするみたいなんですよ、うんうんうん、だからこんぐらいはちょうどいいかもしれない、うん、なんか かっこよさそうだな、こうやったらね、いや逆だと思いますよ、そう、それが、うん、そうそうそう、ほらカーボーイみたいでカーボーイあ
あ、これにもネジが切ってあるんだね。あのバカ穴じゃないってこと、ね、ネジがスコって入るんじゃなくて、うん、これが、うん、動かないようにネジになってる穴が、はい、こんな感じです、はい、全部一応あのネジが切ってあるので、うんうん、スポッて入るのではなくて回して止めるっていう感じですね、うんうん、寒い寒いね、どん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 冷えてくるよ。本当に鹿児島かよっていうねえ、うん、あ、そうか、これ越しにも行った方がやりやすいかもね。まあ、これってさ、うん、あの直すときってこのまま直していいんだよね、うんうん、一回取らなくていいんでしょ。いや、取らない、もうこのままだよね、うん、全体的に入らない、俺が押さえてるから。そう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 。あ、入った入った。全体的に入ったらどっか一番上かどっかそこら辺を仮止めして、今度も余った、ハマったと思われるんだけど、綺麗にハマってんじゃないの。外がちょっとだけ出ててくれればいいんだけど。こんな感じなんだけど、俺がこう押さえてるから、うん、下からもうちょっとギュッてこんぐらい持ち上げてくれればいいんだけど。いい？うん、いいよ。こんなに天気がコロコロ変わるもんですか。さっきまで真っ白だったあっちの方が海がまた見え出してきました。収まってますね。はい、今日はこれで温まりますよ。時刻は4時20分になりました。0度になりましたね。はい、よっしゃ、とりあえず薪ストーブは完成ということで、の設営をして、まだちょっと周りを見れてないから。はい、じゃあ今設営も終わって、今からちょっとね周りを見に行こうと思います。お散歩にね。はい、あっち口がかじかむ。全然降ってないもんね、雪。鹿児島の景色じゃないからね。ちょっとこっちはぐるぐる回って。あ、本当だ、ちょっと見えにくいかも。うん、あ、ちょうど今目の前のあそこは桜島です。失敗したから、この灰を下に敷き詰めないといけないみたいなんですよね。このまま、超温まるかもね。温まるかも。ずっと外歩き回ってきたから
こんなぬくぬくしたとこに入ったの？うん、一生懸命火をつけてたの。めっちゃあったかいね。これは感激だ。ストーブファンも今さっき回って、今このケトルに水を入れてきました。4時半の時点で0度だったから、うん、もう今また雪が降り出してちょっと冷え込んできたから、今でもテント内は6度、うん、一緒に乗ってたと思うんだけど持ってきてないんだよね。もうそういえばパソコンのところにあったね。だよね。あのピザストーンって24センチだったよね。18センチだったっけ。覚えてない。正方形だよね。うん。流してから最後のせいは、どうかしてけど、焼きましょう。まあ大丈夫だね。うん。このままのしていいのっけ。入るのか。ちょうど。あ、ちょうどじゃん。もうめっちゃ綺麗に入った。やったね。ちょっと長めに。すっごい。もうピザの匂いがする。いいね。はいよ。よっしゃ。次はモッツァレラを乗せようと思います。みんながしてるように。え、何それ？モッツァレラ。へえ。めっちゃ見とる。お腹空いた。ね。まだかな。うわー。おお、ちょうどいい。すごい美味しそうです。ちょうどいい。わ、ちょっと待ってよ。うん。はい、いいよ、はいはい。あ、もうちょっと焼いてもいいのかな。これ、今度次焼こう、うんうん、いや、これはもう食べよう、うん、ピザストーンが、うん、あの生地の油っていうか、うん、水分っていうかちょっと吸ってますね、うんうん、で、これで美味しく仕上がるんだよね、うん、次を焼く間にもう乾杯して食べましょう。何等分、4等分でいいもん、うん、はい、よっしゃ。バジルはないけど、はい、いいですか。はい、それでは薪ストーブで焼いたピザに乾杯。そのまんまじゃん。乾杯。おいしい。いただきましょう。これ2枚食べたらグラタンもう入んないかも。あ、下のアルミホイルまで切れてる、うん、グラタンも、うん、めっちゃ美味しい。いいじゃん、うん、あ、向こうは、あ、向こうはくるっと回そっか、うん、他のお好み焼き焼くアユの前なのかプレートみたいな。はい、くつろぎモードに入りました。室内の温度18度になりました。だってもう結構薄着でも大丈夫なぐらい。そして時間も6時25分、めっちゃ早い段階で今日はご飯が食べれてます。おお、パリだね、すごい。S&B のバジルをかけます。しようか。
じゃない。わー、ほんとだ、すごい。なんだこれ。めっちゃ綺麗だよ。アートが出来上がってる。全体的にあるからね。うわー、すごい。すごいよね。え、凍ってる。あ、水出ないよ。え、水が出ない。あ、こっちは出る。こっち出ない。クリスマス前に始めたの雪中キャンプをね、体験してしまうという、全然そういう気持ちじゃなかったんだけどね。そう、雪予報だったっけ。うん、違ったよね。うん、夜の7時ぐらいにちょっと小雨予報だったんだけど、うん、まあ、ここちょっと標高高いじゃん、うん、北北だからさ、まあ、ほぼ山のてっぺんっていうか、うん、だからっていうのもあると思うんだけど、桜島の方の、向こうの展望台の方行ったら、下からのこの吹き上げがね、山の、すごかった。16度下回るとちょっとなんか肌寒さを感じる。いやでも16度、18度になるとちょっと寒くなる。いや18度ね、まあまあ高かったよ。そう、でももう、うん、その薪ストーブの前にいないと寒かったよ、うん、ああまあね、うん、に結構燃やしても20度は超えなかったからね。うん、超えなかったね。うん、まあそんな火力上げてないからさ、うん、寝るよ。はい、ということでビコさんもお疲れでですね、はい、もうピザを平らげた後はもうねストーンと落ちてしまってそれから私はちょっとネットフリックスを見てたんですけど、うん、まあ今まあ、出る準備が終わってビコさんはもう化粧落として布団の中に入って今から寝ましょうという体勢で、はい、じゃあもう寝ましょうか。寝ましょう。それではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。
テント内の温度は15度で湿度が 49% です。いや、すごいな。でもまあ弱すぎかもね。下全然もう消えそうだよ。マジ？火力が全然な。手前がさ、ちょっとこう火力が弱くて奥が強くてって、うん、いいかもね、うん、バランスがね、うん、そこまで行けるやつも。オッケーだと思う。よし、あっちだ。あ、結構ギリギリなんだ。ちょっと待って。うん、沈みなさい、ブロッコリーちゃんたちは沈みなさい。はい、オッケー。あ、いいいいいい超ギリいいいい、いい感じに入っていってる。すごいね。どうやってしようかな。これいい。うわー、美味しそうです。食べよう。食べましょう。いただきます。あ、パリッか。うまく食べない。うん、なんで雪の塊ってあそこにあったっけ。あったよ、昨日からあったよ。あと一泊したい。このままこうやってあとご飯食べたら横になって一時昼寝して、
you, babe.